ピーネウスは、ギリシア神話の人物である。長母音を省略してピネウスとも表記される。アンドロメガーの婚約者として、ペルセウス伝説に、トラーキアのサルミュデーソスに住む盲目の預言者として、アルゴナウタイの冒険譚に、それぞれ登場する。ベーロスとアンキノエーの息子。兄弟に、アイギュプトス、ダナオス、ケーペウス、姉妹にトロニエー。 兄弟ケーペウスの娘アンドロメダーの婚約者となって、いたが、ペルセウスが怪物を倒してアンドロメダーと結婚しようとしたために陰謀を企てた。しかし、ペルセウスにメデューサの首を見せられ、共謀者たちと共に死にされた。この物語のピーネウスは、アゲーノールと呼ばれる場合がある。アゲーノールの息子、ポセイドーンの息子とも言われる。 なお、父アゲーノールと上記のピーネウスの父ベイロスはやはり、ポセイドオンの子で、双子の兄弟である。兄弟に、カドモス、ポイニクス、キリクス、タソス,ス、エウローペー、ボレアースの娘、クレオパトラーを妻として、二人の間に、プレイクシッポス、パンディオンの子がある。また5歳にダルダノスの娘イーダイアーをめとった。ウィリー・ポガニーの1921年の差し絵。 ピーネウスを苦しめるハルピューヤたち、エウローペイがゼウスにさらわれたとき、ピーネウスは他の兄弟たちと共に創作に出され、アゲーノールからは、エウローペイが見つかるまで帰ってくるなと言い渡された。ピーネウスは、国会とま〇会を分ける、テュニア半島に向かい、そのままこの地に住み着き、クレオパトラーと結婚した。ピーネウスは人間の未来を予言したため、 あるいはプリクソスの子供たちにコルキスからギリシアへの後悔の方法を教えたために神々に罰せられ、盲目にされた。これには口述するように全く違う説もある。その上、神々はこの地にハルピュイアを使わし、ピーネウスの食事が用意されると、ハルピュイアたちが空から飛び降りてきて、これをさらってしまうようになった。残った食べ物も周期に満ちて食べることができなかった。 アルゴナウタイのカライスとゼーテースがハルピューヤたちを追い払ったので、ピーネウスはイアーソンたちに後悔の道を示し、シュムプレイガデスの岩について忠告した。この忠告に従ったアルゴナウタイは岩を通過することに成功した。ピーネウスの盲目に関する別の説では、5歳のイーダイヤーがクレオパトラーの息子たちに侵されたと偽って訴え、ピーネウスはこれを信じて2人の息子を盲目にした。 そのために、ピーネウスは、ボレアースと、アルゴナウ隊によって盲目にされたという、ありがとうございます。